雄が三木三郎に対する好感は恋愛に出発しているものではなく純真の同情からであった。しかし三木三郎は恋愛と同情の相違点を識別するにはあまりに若かった。必ずや南条家を再興せんと心に誓う三木三郎の支えは剣術の師倉橋十平太の娘麗しき三竿であった。身分の高い侍の蔑視に耐え国区弁礼する彼の心を照らす灯明、それが三竿であった。うつうつとして歩む南条三木三郎、美目秀麗なる若侍であります。まあ南条様、南条様ではございませんか。これは三竿殿。まあこのようなところでお会いするとは。父が南条様の剣のご上達の早いことを褒めておりました。それはありがたきお言葉。父があなた様のお越しを楽しみにいたしております。では私はお稽古に参りますゆえ失礼いたします。失礼いたします。椿のごとき三竿の可憐さ優しさが春の慈雨のように三木三郎の胸を潤す。恋しき人よ、愛しき三竿よ。いつの日か仮名再興の暁には必ずやこの麗しき女性を我が妻に迎えん。三木三郎の頬は次第次第に紅の色で染められていった。だがしかし藩内の身分序列は厳しく、零落した南条家の復興は困難を極めたのである。これはどうも。一方三木三郎の栄達をひたすら祈る母は御仏の情けにすがらんと領内の由緒ある寺に詣でるのであった。まこと慈悲深き母である。皇位功禄を重ね戦後をぶらい、領民を人と思わぬ家老のせがれ早見源三郎が街道を疾駆する。のけのけ、のかるか。のけのけ、ちょぼど。のかるか。ひずめにかけられ老母は倒れた。はあ、これは大変だ。ああ。気の毒に。
侍風を吹かせやがって坊さんが馬に蹴られたんだ。気の毒に。かわいそうにな。虫の息だ。ああ、こと切れてしまった。どこぞのご隠居かもしれねえ。品のいい坊さんだ。かわいそうにな。気の毒によ。ひでえことしやがる。街道を通りかかりし三木三郎。声高に話す人々の声が耳に達した。これ、一体どうした？何があった？侍の乗った馬にお年寄りが、俺この通り。母上！母上！三木三郎がそこに見たものは、血の気のうせた母の姿。どうしてこのようなことに？なぜ？ああ、侍が蹄にかけてそのまま行っちめやがって。母上。ああ、誰だ？その者は？身分の高いお侍のようでしたが。母上。南条家に職を刺さぬうちに亡くなられるとは、あまりにむごい。母上、お答えくだされ。全くひでえことしやがる。本当に気の毒なこと。今朝はあれほどお元気だった人が、今冷たいむくろと化して。母上、母上、なぜ死んでしまったのです。誰が母上を殺したのです。呼べどむなしく、哀れ老母は帰らぬ人となったのであります。三木三郎の怒りと嘆きは計り知れなかった。最愛の母を失いし三木三郎の嘆き、悲しみ、慟哭、天を裂くばかりではあった。母を殺され打ち沈む三木三郎。ある日のこと、思いがけぬ光景を目撃した。小石木操がこともあろうに宝刀の噂高き速水源三郎とむつまじく語らっているではないか。己に向けた操の優しさは嘘偽りであったのか。激しい衝撃に苛まれる三木三郎である。このように水鳥も仲よう繋いじゃ、わしもそなたを慈しむことにかけては水鳥に引けを取らぬぞ。まあそのようなお戯れを。戯れではない。池の水もほうれそなたの美しさをめでておるわ。まあお上手な。いやいや、まことじゃ。あしとそなたの将来を共に祈ろうではないか。はい、ご一緒に。初めて知った三竿の心。身分の低い我は所詮三竿の相手ではなかった。今日という日まで寝ては夢、起きてはうつ、幻の連城を募らせてきた愚かなる我。三木三郎を支えてきた正気が望みが今無残にもついえ去ったのである。地位と権勢が侍の価値を決する世の習いに三竿もまた従っているのだ。日々切なく三竿を思い、艱難辛苦に耐え、家名再興に命を懸けてきた我。うつけ者よ、どうけ者よ、たわけ者よ。三木三郎の表に次長の影が浮かぶ。
宿期未だ通らず春名を遅し、送信節句兄氏を祝いや。物を吹かし三木三郎、よろめくがごとく我が家へと。源三郎と三竿との噂は次第に濃厚となり、三木三郎にとっては悩ましい日が続いた。もはや剣術の稽古にも身が入らず、南条家再建の体毛も色あせ、うつうつと心和まぬ日々を送るのである。あれほどまでに先進文武両道に邁進してきた己はどこに行ってしまったのだ。たあ！道場の声とは裏腹に、かつて星雲の志宿りし彼の眼は今いたずらに奉公するのみ。たあ！たあ！烈白の気合を背に受け、力なえた獅子を引きずり、無為の時を過ごした三木三郎。小然として我が家へ戻ってみれば、殿中に仕える姉富のやつれし姿。姉上、いかがなされた。姉上。三木三郎、私は愚かでした。私は。姉上、さあ中へ、中へお入りなされ。三木三郎、一体どうしたのです。なぜそのように。姉上らしくもない。何があったのですか、姉上。三木三郎、どうぞ私の罪を許してくだされ。罪？罪ですと。私は男に騙されました。私は女の命を奪われてしまいました。そして相手は何やつでござりまする。その卑怯な相手は何やつ。姉上。相手は家老早見田の者殿の子息、源三郎殿でござりまする。なんと、早見源三郎。憎んでも名をあまりある源三郎、姉をもてあそび平理のごとく捨て去ったのである。光源霊色少なし人。許してくりゃれ、私を。愚かな私を。三木三郎、どうか許してくりゃれ。姉上、お嘆きあるの。姉上のお気持ち拙者よくわかります。姉上も人間だもの、恋をされるのが当然なのだ。みな、源三郎が悪い。姉上をもてあそんだ源三郎は私の恋人まで奪い取らんとしているのでございます。憎き源三郎。姉を、三竿を、次々と公職の餌食とする早見源三郎。三木三郎の胸中深くふつふつと怒りの炎が燃え盛った。許しておけぬ、源三郎。断じて許せぬ。己、三竿殿を、そして姉上を。もはや勘弁ならぬ。Oh.
おのれ早見源三郎。姉上。それだけはこらえてくれあれ。南条家は取り潰されます。どうかこらえてくれあれ。相手は家老の子息、無念の唇をかみしめる三木三郎であった。かくして若侍たちから限りなく羨望されていた源三郎三竿の婚礼がいよいよ実現される日が来ました。本日は誠にめでたい。いやいや誠に似合いの妙とじゃ。本に良縁じゃ、良縁じゃ。喜ぶ両家の人々。粗相のないようにいたせ、よいか。祝い客は引きも切らず。白むく姿も晴れやかな三国一の嫁御寮。三竿の花のかんばせを開かず眺める源三郎。権威と美女と二つながら支柱にして大いに満悦の体で割った。千代の試しも数々に何をひかまじ姫小松。宴はいよいよ竹縄である。いやーよき日だ。はあまかためでたいめでたい。のけ。どこへ行く。いかんいかん。通せ。通せ。ならんならん。弱いにたぶし単調の鶴も羽もたおやかに千代を重ねて舞い遊ぶ。通せ。源三郎殿に物申すのじゃ。ならんぞ。通せ。この婚礼は不正だ。通せ。源三郎殿に合わせい。さあ取り付け。取り付がぬか。これ寄らせ。拙者狼藉者ではござらん。源三郎殿に合わせい。この婚礼に物申す。この婚礼は不正である。狼藉者ではござらん。若主人源三郎殿に談判の筋あって参ったものでござる。さあ取り次げ。源三郎殿に取り次がるか。さあえい話せ。話せるか。どうしたことじゃ。想像し。そしていよいよ三三九度の杯が交わされる。話せ。話せるか。婚礼に物申す。取り次ぎ。狼藉者、狼藉者、狼藉者だ。三三九度の杯を組み交わし婚礼の座を下がりし源三郎が耳にした激しき怒声。なんとしたことだ。話せ、話さぬか。狼藉者、狼藉者。おのれ通せ。想像し。何とした。南条三木三郎が若主人に合わせとわめいております。
なんと南条三木三郎が少子な。よし、わしが行く。この男は狂人じゃ。早よ不条門より表へ投げ出してしまえ。狂人じゃ。狂人ではござらぬ。ひきょぼろ、ひきょぼの早見源三郎。倉橋先生に合わせ、三沢殿に合わせ。源三郎は式魔じゃ。身共の姉をもてあそんだ式魔じゃ。式魔じゃ。だが絶叫も虚しく、三木三郎は放逐され、藩主からも暇を出され、牢牢の身となったのであります。なんたる身の不運であるか。かくて7年の歳月が流れ去った。母と姉を失い、恋するミサを奪われ、藩を追われた三木三郎は、酒にうさを紛らすよりほかはなく、次第次第に心身はすさみ大敗していった。流浪漂白の果てに、彼は自らを呪うまでに虚無の底へ落ちていった。今や村のわらべにからかわれる身となり果てた。といかなる運命のいたずらか、この浜辺にむつまじく語らうは、早見源三郎と妻美佐である。海風心地よいの。本によいよい。どうしたどうした、フラフラして、やい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 、酔っ払い。まあこのように跳ねまする。まあか、酔っ払い。こいつ、このコアッパ、待て、こら待て。水眼朦朧とした彼の眼前の深い霧が晴れるや、憎んでもなおあまりある一つの姿がきりと像を結んだ。それこそ旧敵、早見源三郎。憎き早見源三郎。妻美佐とむつまじげに語ろうているではないか。離れ。待て、待たるか。誰だ。姉をもてあそばれ、狂人と罵られて、醜くも門外に突き出された南条三木三郎じゃ。早見源三郎、その命も来受ける。覚悟、覚悟せい。黙れ、帰り討ちじゃ。我が恨みを思い知れ。渾身の力にて振り下ろす大刀。
潮の根高く修羅の風吹く。金器と化した三木三郎、積もる怨嗟悲憤の刃、カモメもまた同刻す。その命もらい受ける。憎き早見源三郎、覚悟いたせ。源三郎、覚悟。ついに彼は復讐を遂げた。憎き源三郎を葬り去ったのである。だがしかし、絶望はいよいよ深く、風少々と地打を打つ。逆流の完結であります。